Uh, let me get to my message. I have to get back and connect it to the Wi-Fi. メッセージのシリーズに、えー、今日戻りたいと思います。私たちの限界の中に神様を見出す今日のの鍵となる聖書書言,言葉はイザヤ書にあります。 OK、Let's say it together. 一緒に読んでみましょう。Say, no strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the foreigner shall be your plowmen and your vine dressers。イザヤ書の61章の5節と6節です。一緒に読みましょう。はい。他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ぶどう作りとなる。 Strangers shall stand and feed your flocks. Oops, oh, so that's already read. What happened? There's five twice. So PowerPoint's wrong. So this verse 6 says But you shall be named the priests of the Lord. They shall call you the servants of our God. You shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory you shall boast. しかし、あなた方は、主の祭司と唱えられ、我々の神に使えるものと呼ばれる。あなた方は、くにぐりの力を食いつくし、その富を誇る。Okay, s <S お祈りしましょう。Father, thank you for this day.

今読んだ聖書の箇所は私にとってとても意味が深いものでありますというのはこの聖書の箇所は1988年に主が私に個人的にくださったものだからですマリー・カクと その時に私はカと結婚しようかどうかを考えていた時でした。そして結婚したら家族をどうやって養っていこうかということも考えている時期でした。そして同じ聖書の箇所を日本,に日本に移り住んだ時にも神様は私にくださいました。 And so, 1988年に、uh, 私とカクは、uh, オレゴン州にあるポートランド市で出会いました。 年年、so, uh, uh, th 年ののののの月月に出会ってそしてそそのしの同じ年の12月に12月の19日ですけれども結婚しましまた日本で結婚式を挙げました。 Great culture shock. そしてその時初めて日本に来たものですから、えー、カルチャーショックがあとても大,大きいものでした。Food was very different. 食事も全然違うし。Culture was very different. 文化も全然違うし。 そしてその時にですね、私は日本には遊びに行きたいけれども住むのは絶対に嫌だと言ったんですねしかし結婚した後ですね聖書学校に再び戻ったんですけれどもそして休みの期間中アメリカから日本によく遊びに来ていましたそしてその時に私は私は そして、えー、日本にその遊びに来ている期間ですね、あるとき、えー、寝室で一緒にお祈りをしていました。

神様の日本にやってきなさいという飯に従う思いがとても強かったので日本に移り住んできたら何を食べようかという恐れはなくなりましたその時に神様がくださった別の約束はイザヤ書の55章の5節イザヤ書の55章の5節 みよあなたの知らない国民をあなたが呼び寄せるとあなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくるこれはあなたの神主のためまたあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである And これはとても素晴らしい驚くほどの神様の約束なんですけれどもその当時最初に私たちが日本に移り住んだ時にえ外国人はあまりいなかったんですね。 Are you prepared or? Okay. So, at that time, there were no foreigners living in the area that we knew of. Yet God told me when before we moved that nations, not just one nation, but nations who do not know you shall come to you. 私たちが移り住んだ時はですね、知,知ってる限りでは、周りに外国人の方々は住んでいなくて、でもその時に、もう神様は、国々が、国民たちがあ、あなたのところに走り寄ってくるというふうに、そのような言葉をくださったんですね。So, in the middle of my limitations and my fears, we obeyed God, trusting in Him, and we moved in nineteen ninety one. 1991年に日本にやってきましたが、uh, その当時、大人町と言われていましたけれども、大人町に移り住んできました。And we came for two そしてえ日本に来たその目的は2つありました神様からいたちが彼女というのは私の家族ですけれれども家族に神様の愛を持って触れるためもし私たちが彼女各の家族にら誰が伝えるだろうか そして同じことが皆さんの人生にも言えますね。もし皆さんがリーチアウトとして、「イエス様のこと」、「をイエス様の愛を伝えることがなかったら、その方々は、「イエス様のこと」、を聞く機会がないかもしれないんですね。そして2つ目の目の的は教会を開拓するため そして日本の方々にリーチアウトしてイエス様のことを伝えるまた外国の方がいたらその方々にもイエス様のことを伝えたいという目的でしたこの目的は一生涯続く人生の目的です

I didn't speak Japanese. I didn't understand the culture. I didn't have any way, I thought, of providing for a family in Japan when I don't speak the language. All I had was a burning desire. でも私の中にあった唯一のことは神様に従うという熱い思いと情熱でしたイエス様が導かれるところならどこでも行こうイエス様がやりなさいとおっしゃったら何でもやろうという熱い思いがありました日本に来たい理由は神様が日本に移り住みなさいとおっしゃったそれだけです 私はこの日本食が大好きだから日本に行こうと思ったわけでは決してありません。でも今現在はですね日本の食事のいくつかは大好きです。で、アメリカに遊びに行くときはああ日本のあれが食べたいなと思うことさえもあります。 Like Jeremiah in the Old Testament, I had a burning desire to just share the word of God that was within me with others. Eh, e Jeremiah said in uh, Jeremiah 29, he said, But if I say I'll never mention the Lord or speak in his name, his word.

私は家にしまっておくのに疲れ果てて、疲れて、耐えられません。そう、even in the fears of my limitations when we moved here, God had given me a supernatural peace to live here. Even though my fears and among my limitations, God gave me a supernatural peace. その中にあっても神様から超自然的な平安をいただいてこの場所に住むことができました。もちろんその後、簡単な道ではありませんでしたが。とても怖くなるような時期でしたがはそれ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 はそ そしてままたた日本のこののこような田舎の地にああるとやはりり孤独感もしかし、神様に対する愛、そして神様に対する 神様からの計画に対する愛そして神様のの愛を人に分かち合いたいいいたと思うその熱い願いそ熱願れがあったので、日本に来ることが少し簡単になりました。 最初の日本に移り住んできて、最初のまあ6年ぐらいだと思うんですが、クリスチャンとの交わりとかコンタクトがありませんでした英語でもあまりたちは、私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 たちは、たたた そしてその期間これからその期間は神様が教会を始める開拓するのに私たちを導くというような感じも全然しなかったんですね。人も救われない。しかしその中にあっても心の奥深く,の奥深くに神様は神が 私たちがこの地に住んでいることは神様の御心であるという確信がありました we、like、私たちは地の中に埋められている種のようでした ある一定の季節は何も起こってないような目も全然出てこないような気がしました。しかし神様の時に時が来るとその種から芽が出てそして実を実らせ,実らせます。And that was how we felt. そのような感じがしました。そ、so、のそのような感じがしましたでの家族を心から愛して、のと知り合いになって、た最初りの時期は知の家族を心から愛して、近所の方々と知り合いになって、anyway、できるのりの ことを尽くして人を愛していこうと思いましたそして私たちの中に限界があっても恐れがあっても神様は働くということを信じました えー、多くの時これは正しいことだからやっていこうと思ってやっていても何かあまり意味がないと感じてしまうことがあります。Now, right? というのは私たちは早く結果が見たい。すぐに結果が来て欲しいと思う社会に、時代に生きているからです。だから結果が見えないと、あ、もう諦めようと思ってしまうかもしれません。But if you stay the course, しかし、生きる道に、生きる道を進んでいくならば、keep trusting in the Lord and praising Him。そして神様に、神様を信頼し続けて、そして、神様をあがめていくならば、no seeds of obedience to God will go unhealthy.

というのは私たちが日本に来る前に神様がおっしゃったのは、多くの日本の方々に、イエス様のことを伝えて,いて、てそしてまた外国人にも、イエス様のことを伝えると、神様が約束したからです。でも、実際に日本に来た時に外国人は見渡ら,見渡る見渡らず。 しかし日本に来た当初、この地域には外国人がいなかったので多くの人がこう外国人を、アメリカ人を見たことがないというようなあ雰囲気で私のことを見つめていました。There that that at Tech one American couple that we knew of that worked was only of その当時アメリカ人と言ったら同じ町にあるテックという会社で働いていたご夫妻だけだったと思うんですね。する限りは。でもその中そのような中にあっても自分の人生を明け渡し、そしてイエス様を神様を信頼して生きていこうと決めました。 皆さんにこのことを理解していただきたいです。明け渡しと従順は驚くべき方法で神の行為と祝福を生み出す。神様の行為と祝福はこの方法を通してのみやってきます。 み、like well, えー、皆さんがあ皆さんはご存知ではないかもしれませんけれども、はっきりとわかる私の限界というのは、私は英語が下手なんですね。 I get laughed at when I go back to the States. Because my English is so bad. And especially grammar. I didn't grow up with having straight A's in grammar in high school. high school. Yeah, we took grammar in high school, right? We studied grammar in high school. 高校で英語の文法のクラスがあるんですけれども、まあ、あんまり良くなかったんです、成績がね。で、母国語は何ですかと聞かれるんですが。And I 語 o u l d t と l l t h んです i l l b i l l y 田舎語ってれうんですね。 田舎ウビリの英語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 の人が使うよの英語の英語のる文法的に間違って英語英語を話すんです,ねえ田舎者ですの英語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 の だから田舎の言葉みたいな田舎の人が使う文法的には間違っている英語を話すんですしかし弱さもまた足りないところも神様に明け渡すならばその時に神様がその中で素晴らしい奇跡をなさいます神様が私の弱さを In an amazing way. そして神様は私の弱いとこさえも素晴らしい驚くような方法で使ってくださるんです in a, in a そのことをもうちょっと経ったらお話ししましょう But God spoke to us,、um そして日本に移り住むときにこの四つのことにフォーカスしていきなさいと神様はおっしゃいました。そして神様は私たち私たちと共におられ私たちの必要を備えてくださると約束しました。そ、so、まず最初にこのことをフォーカスしなさいとおっしゃった。 神様がおっっしゃったことは深く愛する神様の愛を持って人を愛しなさい。愛喜び謙遜さを時って他の人を使いなさい。自分ができないかなと思うことさえも。 することができてそして自分の義理の親に使えることができました次ですねごめんなさい日本語が入れたはずなんですが入っていませんごめんなさいえ、まあ通常ではないような本当に驚くほどの モテ、えー、呼んだりとかゲームをした、りりりととかか交わりをしたモテを人を大きく大いに歓迎してモテなしなさいと神様サイト。ました、モテナシオオシメ寛大になる You know, in not just in our finances, but just being generous in in every area of our lives towards others. And even in our limited resources, God said, just be generous and I will take care of you. 経済的にとても限界があると感じた時でさえも、神様は寛大になりなさい。神様が私たちのために備えると約束してくださいました。And this is what 過去30年間、この4つのことをしていこうと努めてきました。しかし、日本に最初に来た当初、 日本に最初に来た時に、私がしなければいけなかったことは、家族を養うということでした。Japan, no、日本に来た時に、どうやって家族を養うのか、それを全然わかりませんでした。私たちが足りないと思うところにあっても、神様は働かれるということを信じてやってきました。I

ああとても弱いところ苦手なことの一つは英語ですねしかし人生を明け渡して神様についていったので日本で最初に就いた仕事というのは一年間ゴテンバにある西高校でゴテン西高校というところで英語を教えることでした英語を教えることでした You said it already, teaching English. So, in the midst of my weakness, God used my weakness to help provide for our family and to just touch Japanese people. So, with no experience of teaching English, bad grammar, I was able to teach for a year at えー、英語も苦手だし、ま、た英語を教えるという勉強をしたわけでもないのに、英語を1年間教えることができました。It was a miracle of God, and it was definitely God who opened the door for that.But the second year, God tells me, don't work at Kotemba.I want you to start your own English conversation school. しかし一年英語を教えた後、二年目はもうそこで英語を教えるのをやめて、自分のうちで自宅で英会話を教えなさいと神様が導かれました。でも神様にどうやってできるんでしょうって思ったんですね。Usually to start a business you need to have money to make money。じ何か仕事を 自分で何か仕事を始めようとする時には、やはりなんか資金がないと始められないんじゃないかと思っていました。しかし神様が押しちゃったので、け渡してじゃああなたが死なさいというのはやります。なくまた宣伝もすることができない 自分の家で会話をするということを少しずつ口,口コミで広げて始めていきました。できなないいことがたたたたくくささんああありりままししし限界もももけれどもそれどどそ神神様様にお捧げしててうぞあなたの御心を行ってください God worked through our limitations. So, and did a mighty, a mighty miracle—a truly a miracle. In fact, at, my, at the school's peak, I had 60 students or more. 一番英会話スクールが一番うまくいっていた時には大体60人ぐらいの生徒さんが英語を取っていて。And I was making around $6,000 to 7 a month.60 万、70万ぐらいの月収入が毎月ありました。 経験もない私がそれは神様の好意であり神様の奇跡でした、えー、その中で私たちがしていたことはこの四つ深く愛し愛喜び謙遜さを持って 他の人に使える。また並外れたもてなしを示す。簡単になる。そして私たちが必要なことは神様がすべてしてくださいました。しかし、英会話教室とし 順調ににっっててていい神様従ましたがでも人が救われるということがありませんでした。No その英会話スクールは自分でやっていたので何でも話ができた福音を述べ伝えることができましたでもその中にあっても誰もイエス様を信じるという人がいませんでしたクラスの中でイエス様のことを伝えることもできたしまた自宅でバイブルスタディ聖書勉強も始めたんですがでも誰もイエス様を信じる救いを受ける人がいませんでしたそして Would one day grow and でもその中にあっても、福音という種を巻き続ければ、いつかそれに芽が出て繁栄するということを信じ続けてやっていきました。 Adrian is here and Suguru is there. And so the second point I, I want you to understand is that in our human thinking, when we don't see instant results, we tend to think, I missed the plan and purposes of God. 神の計画と目的を逃したと考えてしまう傾向があるんですね。でもそれは本当ではありません。というのは神様の道は私たちの道よりも高いものであるから。David waited years to become k i n g という人は王になる前に15年間待たなければいけませんでした。Moses waited 40 years to lead the people out of the wilderness. えー、モーセという人はアラノから人々を導き出すのに40年間。モーセスは80年間で、人々をアラノから導き出す 導き出すことができたのはモーセが八十歳になってからでした。そしてアブラハムとサラという人は約束の息子が与えられるまで与えられるのに二十五年間待たなければいけませんでした。そしてリベカはですね、ヤコブとエサウを産むのに。 20年待たなければいけませんでした。So、wait, ですから自分が今待つ神様の約束が成し遂げられるのに待っているという時に今私が言ったはあなたはあなたはあなたーあなたちを思い出してくださいたははたたは 結果を見ることができなくても正しいことをし続ける信仰というものは結果を見ることができなくても正しいことをやり続けるということですそれが本物の信仰ですソルム130 5-7 私は手を待ち望みます。私の魂を待ち望みます。私は手のみことばを待ちます。My soul waits for the Lord more than those who watch for the morning.Yes, more than those who watch for the morning. 私の魂は夜回りが夜明けを待つのにまさり、ま誠に夜,夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエル、主を待て主には恵みがあり、豊かな贖いがある。And Hosea

アブラハムは、uh, 約束の子が与えられるのに25年間待たなければいけませんでしたがその待っている間、サラは、uh, 神様の約束が成し遂げられていないと思い、そして、彼女は彼女の約束が成しげられていないと思い、そして、彼はの約束が成し遂げられていないと思い、して、がその約束ていないと思い、そして、彼の約束が成し遂げられていないと思い、

神様の御言葉に信頼しましょうそして誠実と抗義を守って神様にいつもより頼んでいきましょうというのは今何に直面していてもイエス様に神様にフォーカスを置いていくならば

私にはこうするけれども、違う形で皆さんにあれをするというような神様ではありません。神様は一つのことを同じように信頼するものにやってくださいます。それが信仰と明け渡しの鍵です。 ヤコブという人が5章の7節で私たちにこのことを思い起こさせています。Says, then, sisters, crop, こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。皆なさい、農夫は大地の貴重な実りを。 秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。私たちのほとんどが私には忍耐力がないって言うでしょう。でもそれは必要です。 そして神様は全能の神様である何でもできる神様であるという信仰が必要です。そしてその神様は皆さんのことを深く愛しています。そして神様はあなたの味方であり、あなたに敵対しているお方ではありません。ですから自分の限界とか弱さ、またあ恐れを、イエス様のところに持っていきましょう。

今日の言葉を自分の人生に生かしていくと決めましょう手のお父様今日のこの時をありがとうございます Lord,

えー、あなたの言葉は虚しく地に落ちることはありませんしかしあなたにあなたを待ち望む時きに、えー、あなたの言葉は素晴らしい実りをもたらします主どうぞ助けてください完全にあなたに信頼することができますようにイエス様のお名前によってお祈りしますイエス様のお名前によって Uh, if you want to talk, please uh, go outside again at this time to talk so that we can kind of keep safety things. Uh, Katsuya, can you go turn the record off? I think just push the record button again and it'll stop.